昨夜11時ごろ、十日町市を流れる中沢川で乗用車が川に落ちているのが見つかりました。警察によりますと、この乗用車を運転していた村山栄一さんが今朝になって2キロ余り離れた下流で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。また昨夜11時ごろ、小千谷市で川の近くで土のうを積む作業をしていた63歳の男性が流されて行方が分からなくなった。早く行って。じゃあ僕もやるよ。昨夜9時半ごろ、十日町市の羽川に転落した93歳の女性の行方が分かっています。鏡町では農家の64歳の男性が昨日午前中に田んぼの様子を見に行ったまま夜になっても戻らず行方が分からなくなった。三条市では増水した五十嵐川の中から軽乗用車が見つかり、警察は道路から転落したものとみて中に人がいないかどうか確認を急いでいます。かわいそうじゃない？叩いたら。昨日夕方、只見町の町道で土のうを積む作業をしていた63歳の男性が行方不明になっています。かわいい。同じく只見町では70代の男性が昨日渓流に釣りに行くと友人に言ったのが連絡が取れず、行方不明になっています。このほか、福島県と新潟県では、土砂崩れや道路の冠水で孤立した状態になっている地区なども出ています。福島県只見町では、町内の7つの地区でおよそ400人が孤立状態になっています。